お疲れちゃんです。ラッドです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらバルーンスケラデッキをねやっていこうかなと思います。バルーンスケラという戦術ですね、2v2 とかではこう、よく使われるすごい有名な、ね、攻めだと思うんですけど、1v1 でね一人でバルーンスケラをするっていうのは、あんまりねこう、見ることはないと思うんですけど、こうペッカプラスバルーンスケラをね使ってるマルチの上位のプレイヤーいるんですけど、このちょっとね高回転型のねバルーンスケラは本当にねいないんですけど、海外のプロ選手が12勝してたんですよね、こちらで。はい、なので今日はねこれをやっていければいいかなと思います。これね結構強いと思ってて、なぜならこのナイトに合わせてスケルトンラッシュを打つっていう戦術もできれば、こう、ナイトに合わせてバルーンをつけるであったりだとか、なんなら、最後残り、大逆転したいって時は、端前バルーンスケラすれば、なんならタワー一気に2000が落ちちゃうみたいなことも全然あると思ってますので、てかあります。なので、最後まで諦めずやれば、ワンパンできると思ってます、これ。さ、これなんなら、いや、こっちでいっか。逆サイでもよかったかなと思ったんですけど、今、ライトニング打たれた後で、エリクサーのね、アドバンテージを取ってますので、これ、ゴレかな？トルネの。フリーズ。よ、おしゃれ、おしゃれ、おしゃれ。だけど、あれ？一発入らん。一発、あれ？一発は入らないけど、オッケーオッケー。もう、スケルトンが、謎にね、チクチクしてますよ、というところで、しかも今回、相手がミニペッカ持ってたんですけど、ミニペなんか腐りますね。おぉ。なるほどね。J ですね。J。出た。久しぶりに見たな、エレジャイ。もういないっすよ。なんか、出て強化された後だっけ？なんか地味に疲れてましたけど、本当にいない。マルチの上位もいたんだけど、もう1ミリもいないっすね。本当に1人いるのかなレベルの、はい、仕様かなと思います。とりあえずもこれなんか勝手に消えるでしょ、あの人。OK。で、これで、バルーンスケラーやりたいなと思ったら、ナイト出しちゃったんでできなかったですね。スケラー打てばよかったですね。ごめんなさい。うい。まあ。前半はバルーンスケラーやると、多分そんなコストがないから、前半は、てかフリーズでしたね。されたらやなめでいいや。前半はナイトスケラーとか、バルーン飛ばすようなイメージでいいかなと思いますね。なんなら、後半に入ったら、バルーンスケラーね。オッケー、相手これエリジェイ使ったし、これはいいんじゃないのか。で、もしライトニングボーイをしてきたとしても、ここでね、トルネでバルーンをキングに吸いたいとしても、結局はね、スケルトンラッシュが刺さってしまうです。なんか、喋りが今日気持ち悪いかもしれん。だって、喋れない。なんでだ。相手のデッキもね、なかなかすごい面白いデッキなんですけど、なんで、フリーズがこの大事なアーチャーを、これあれですね、メガゴでタゲ取ってからしっかりね、スケで、このね、ミニペッカーを処理してあげますと。待って、この、ちょっと待って、急に上手くなるくない？相手。まあ、ここはもう時間稼げば大丈夫そうですので、どうせならね、もう404のターンを落としたかったみたいなところありますけど、まあ、OK、グッドゲームと。さあ、エレジャイスケラフリーズですね。ちょっと待って。相手のデッキめっちゃ使いたいんだけど。ここに来て。さあ、とりあえずね。で、これ、ヤナメがね、僕、ワンチャン雪玉でもいいんじゃないかなって思ってて、なんかこう、雪の方が、なんかバルーンだったりスケラ打った後に、バルーンスケラした後とかにも、すぐにね、コースを打てるんですよ。3コースちょっと重たいなって思う部分があるんですけど、こう、ファイアボとかポイズンもないので、じゃあガゴとか、3ガゴ、アーチャーガゴ丸とかいたらどうすんだっていうところでは、ヤナアメの方が万能なのかなという感じで、おとなしくヤナアメ使っておきます。はい、というわけですね。ここはもう1枚いるかな、陸が。多分陸がもう1枚いりそうですね。で、ここで守ったカウンターでスケルトンラッシュを打ちたいが、コース、いや、打ってよかったかな。まあ、どっちでもいいかなって感じですよね。さあ、とりあえずね。様子見て、相手はスケドラスケルトン部隊ムート。ゴレかな？ゴレか、なんかわかんないけど、なんだ？とりあえずはなんか嫌がらせでね。やっぱ女の子を守ってあげるのがね、骨の戦士スケルトンの、あなたの役目ですから。さあ、骨の戦士スケルトン、
大きい版来ましたね。で、多分大丈夫。うわー、なるほどね。なるほどってわけでもないんですけど、まあ、これはもうしょうがないですね。今のはだってクローンされたからどうにもできなくて、逆に攻めてあげて、ここでね、矢弾打つのにちょっと時間かかるんですけど、もう遅れてでも打ってあげれば、地味にスケルトンとメガゴは残るんで、オッケー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 。え、これ持っていくぞ、タワー。メガゴ、1、2、3の、よいしょ、いいですね。まあ、手が短いからないです。はい、でも殴るのもね、早いんですよ。すげえ失礼なこと言ってるかもしれないんですけど、メガゴに対してね。まあ、ここは、アーチャーいらんかったか。まあまあまあ。クローンでしたね。なんかクローンブッパが怖いですけど、まあそこに対しても、いや、ナーメっていうカードがね、刺さっていくよと。これアーチャーが地味にちょっかい出してます。これまあ早めとかしちゃいますか。ワンチャンクローンされるかな。あ、クローン来ますね。まあ、釣るけど、クローン来たらヤナム打っちゃって、よいしょ。ヤナム強っ。マジで、ヤナメ、めっちゃ強いっすからね。さあ、とりあえず、アーチャーで受けたが、ボムでよかったっす。まあまあ、これ僕、バルーンスキラーをしたいんですよ。ヤナメって多分、クミちゃんだったと思うんですね。僕の記憶が正しければ、ダメージ。なので、落とせるんですよ、タワー。オッケーオッケー。これで、スケブか?スケブ来るぞ。いいヤナメ。まあ、スケなら本当にごめんなさい。このデッキ上倒せないんですけど。あれ?やばいぞ、外。さて、気づいた俺やばいのか、これ。ここのね、後ろスケとかね。まあまあ、ボム置いて、落としてあげて。オッケーオッケー。これ、ヤナメを防衛で使わなくてもいいんですけど、一応使って確実にね、耐えます。で、あと78を、まあ、スケラ打ったらスケアミ来るんで、耐えます。急いで回します。地味に回転早いんで、まあさすがに大丈夫だとは思うんですけども、ちょっと怖い。サボも置いて、オッケー。で、ヤーメンは93ですね、という感じですね。いや、本当に、本当に世界大会で使えるんじゃねっていうぐらい、強い、と思ってます。だからなんかこう、ちょっとこういう癖があるデッキとか、まあこういうのは、こうなんか麦とか、なんかこう、まあ、ルーベンっていう、まあ海外のめっちゃ上手い選手がいるんですけど、まあなんかこう、めちゃくちゃうまい人とか、まあどうしても勝ちたい人に、いつも勝てないから、ちょっと変わったデッキでいくとか、まあそういうね、部分では全然、本当に世界大会ワンチャン出てくるんじゃないかなっていう。薄いですけどね。確率すっごい薄いですけど、まあなんかでもないんじゃないっていうぐらいでは、はい、ギリね、あります。はい、という感じかな。はい。で、なんか最近動画投稿多分めっちゃ深夜なんですけど、なんかサイクルがそうなってるだけですね。直します。なんか僕がちゃんと4時にね、夕方4時に上げるっていう自分のルールを作ってたんですけど、はい、ちょっと遅れちゃってますが、直したいと思います。まあ世界大会近いんで、マジで動画出されてなかったり、こう、まあいろいろあるんですけど、まあそこは勘弁してくださいと。いう感じでね、ちゃマッチングしてくださいというわけなんですけども。僕のトーク力ではね、このマッチング時間をつなぐことすら、厳しい。さあ、よろしく。とりあえず、アチャセパします。いや、アチャセパしとけばいいですからね、これ。実はこのアーチャーって、仲悪いんですよ、そう。アーチャー二人一緒にいることだって皆さん見たことありますか?ないじゃないですか。そう、なんで。僕たち分けてあげた方がね、みんな幸せなんですよ。と、謎なことを言っときつつ。いやー、打っちゃいますね。で、ゴースト残ったらスケで囲みます。あ、残らなかった。いや、来たぞ、これ。相手三角を使ったぞ。これバルーンスケラだな。ほい。いや、これめっちゃいい。これ絶対きついでしょ。だってこれで、僕はもう見届けて、まあ、相手がなんか対応してきたのを、アーチャーとかナイトとかで回収してあげるみたいな。そんだけですからね。オッケーオッケーオッケー。だってほら見て。大体結構コスト使って、それでだって僕の方がまだダメージ取ってますからね。よいしょ。で、なんなら、これでカウンターになると。いやー、美しい。かつ、せこいデッキだな、これはまた。使ってるやつが何言うてんねんって感じなんですけど、さあ、相手ザップもありましたね、そういえば。
やべえ、これ走っちゃうの。で、三角いましたね。なんでまあ、まあ、バルーン飛ばして三角構えるだったり、まあ、スケラ飛ばして、まあ、スケラ打ってか、まあ、三角にヤラム打つとか、まあ、ボーポリの可能性もあるんで、そこはなんとも言えないんですけど、本当に、二つの攻めができるからこそ、今みたいな感じで、まあ、一気にね、フルコース。初手フルコースっていう可能性もあれば、まあ、初手はちょっとスケラだけつまんどこうか、みたいな。まあ、風船だけで一旦、様子見ててあげようかね、みたいな。まあ、そんな感じで、いろいろ調整できます。だから、陸行きが今ちょっとなかったんで、スケラでね、受けます。これ、ペッカ抜けて最強ですね。で、まあ、ディガー来た時用に、そう、後ろにメガゴを出しておくと拾えて、これ、ペッカは、スケが遊んでくれてるんでね。オッケーオッケー。で、僕は攻めが2枚あるので、てか、だんだん多分これ、スケラ回るんですよね、僕、回転範囲で。オッケー、これで、スケラ打ってあげたら、え、これ絶対 GG っすよ、って。ポイズンも使って、三角いらっしゃーい。三角来るぞ。三角来るぞ。てか、なんならこの辺的なの打っちゃえば、なんかね、エレキとか来ても、オッケーオッケー。エレキ読み追加、この、手短メガゴ。オッケーオッケー。いや、これしかも、なんならもう一回バルインちゃう。もう一回バルインちゃう。なんならもう一回バルイン行って、で、三角来るぞ。三角来るぞ。三角が爆破で飛んでいく。おはぎゃきゃきゃき。おはぎゃきゃきゃきゃって感じですよね。いやー、やばいっすよね、これ。結構、革命起きちゃってんじゃないっていう。最近のね、こう、なんか本当にいろんな戦術がね、当たり前に増えてきてますから。今までありえないだろ、それ、みたいな感じのも、当たり前にこういるんでね。だからもう変わってきてますね。時代は本当に。だからどんな戦術でも可能性しかないですね。はい。なのでぜひね、このバルーンスケラ使ってみてくださいというわけですよ。まだね、チャンネル登録してない方ぜひ、お願いします。高評価とかね、コメントもお願いします。全部、目を通させていただいてますと。あ、これこれこれ、この人、この人、この人。このバルーンスケラデッキをグラツレ12勝してた人、この人です。ミスヒッツっていう海外のプロチームの、スクワーゼン。スクワーゼンって読めばわかんないんですけど、いや、この人がバルーンスケラをこれ12勝してたんですよ。だから、僕はこの人のパクっただけなんですよね。で、これでもうバルーンスケラやるんですよ。ババカは僕は今7アド取ったっす。で、ザッピーかホバか、そう、ババカはザッピー、あれっすね。いや、でもこれ止まんだかな、タルババとかで。はい、タワー1本おる。よしよしよし。やばくないですか、やばくないですか、この人のデッキっすよ、これ僕。いや、で、ロイフグ来るかな、ロイフグ。で、ちょっとね、逆サイも怖いんで、この辺に出しつつ。いやー、いい防衛すぎる、さすがに。ホバとかちょっとね、泣きたいぐらい厄介なんですけど、メガゴで殴れますね。いや、まさかの、この、デッキ、創設者本人と対戦することになるとはね、思わないんですけど、相手もまあびっくりですよね。まあ嬉しい気持ちもありつつ、っていう気持ちもありつつ、みたいな。あで、まあ、ホバにはメガゴをぶち当てれるんですよね。だからこの辺に来るんですよね。よいしょ。うん、やばい。待って待って、うまい。さすがにうまいって、本家さん。違うデッキ使ってるけどね。いや、これ1本おられますね。いや、ファイボーなんですね。ファイボーなんだけど、うん、相手の対空少ないんですよ。今、ホバザッピー咲いてるんで、普通にナイトバルーンかバルーンスケラでいいですね。ババコヤなんで、バルーンスケラこれしたら、結構詰んでると思うんですよね。よいしょ。いや、微妙かな、これがもしかして。で、このナイトちょっと守りたかったなぁ。間に合うかなぁ。やめろ、ババじいちゃんやめてくれ。まあ、一発入ったからまだいいけど。いや、下手だったか、今のは。いや、まあ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 。一回ボモいて、相手はこれを壊すには、ホバをこの辺に置くしかなくて、そこでホバを置くには、そう、ザッピーも一緒に来るんですよね。オッケー。よしよしよし、いいぞ。いい防衛だ。で、低め、アチャグラ置いて、で、次のね、もう僕は回ってるんで。あれ、ボムで壊したらダメかな、これ。ヤンキーすぎ？ホバーとかで行かれるかな、これ。こんなことするから多分負けるんですよね、僕。いや、わかんないけど。ちょっと、ヤナメ打っちゃおう。とりあえず、アチャいっぱい回して、あと、ヤナメ2周っすね、すごい飛んでるやつ。多分、ここの真下とかにザッピーがね、怖えー、怖えよー。
この女の子一体を守ってあげるのがこのスケルトンの、ね、役目ですから、ね、これさキングに行ったら終わりじゃない相手ザッピー咲いたっすよ。これ止まんない気がするんですけど僕。ああなるほどね。ああ防衛5してる。いやマジで結構悪くはない、悪くはないはず。やっぱもう置いちゃってホバー警戒助出してこうホバー延命してあげて、いやホバーが来るぞ。いやホバーが来ねえな。そういや先送りボムいいな、これに来るぞマジで。来いよ、なんで来ねえんだ。いや相手まだ待ってますね。さては、うん、すげえ様子見してますね。ザッピーよいしょ。いやこれ耐えれる、絶対耐えれる、絶対耐えれる。てか耐えないと負けなんだよ僕は。これもう一回矢波打ってあげて、いや矢波強え、矢波強え。さあタイブレイク意識して、これバルーンスケラ行きましょうか。もうバルーンスケラ行ってあげて、ちょっと厄介なんで処理してあげます。これヒースピ使ったんで矢波打ってあげたら、いやいい流れいい流れ。これなんなら真ん中ナイトとかしたらこれ、これもうこれでいい、きついきついきついよ、きついはずだよ。きつくなかったら俺の方がきついよ。さあ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 、いやバルーン入らんが、まあ、ほぼ咲いてるんで今、ほぼ咲いてるんでね。よし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 、いや待ってそれちょっとうめえ、待ってそれ結構うめえ、やばいやばいやばい。耐えろ耐えろ、オッケーオッケー。あとほぼだけなんで、いや来たなー、これはグッドゲームだ。ヤナメ強、ヤナメナイトアーチャーメガゴスケでも一回ヤナメなんですね、まあ、なので最悪今みたいな感じザッピーホバ系はヤナメ2発でね、はい処理できるので、まあなんとか耐えれたって感じですね。いや強くね。これぜひ使ってみてください、本当に最強だと思います。困ったら最後やばいと思ったらバランスキャラすれば全部逆転できます。キングも全然いけると思うんでね。はい、というわけで終わります。よければチャンネル登録高評価コメントもねよろしくお願いします。皆さんバランスキャラで、チンパンしていきましょう。ではお疲れちゃんでした。またね。